皆様、今日も秀球をご利用いただきましてありがとうございます。今回の動画はトミックスさんから発表がありました新製品について秀球校の目線で紹介いたします。こちらが今回発表のありましたラインナップです。まずはこちらから JR 東日本さんの485系700番台リゾート山鳥です。2011年群馬デスティネーションキャンペーンに合わせて JR 東日本高崎支社のジョイフルトレインとして485系から改造されていた山並みとせせらぎから改造されました。6両編成で1号車と4号車から6号車の4両がせせらぎから、2号車と3号車は山並みが種車となっております。車両のグレードは普通車扱いですが、253系初代の成田エクスプレスのグリーン車の廃車8製品を流用し、2プラス1列シートが採用されておりました。模型は6両セットでラインナップしております。ポイントは首都圏を中心に活躍し、 JR 最後の485系となったリゾート山鳥を新規製作で再現、前面に LED 方式の表示部が追加された姿を再現、付属のシールにより思い出の列車が再現できます。独自の形状のトイレタンクを新規製作で再現、配管付き TN カップラとともに重厚感を再現されております。485系らしさの残る特徴的なパンタグラフ周辺部を再現されます。特徴はハイグレード仕様で、首都圏を中心に活躍しリゾート山鳥を新規製作で再現、ヘッドテールライト前面表示部は上点灯基板装備、ヘッドライトは電球色、テールライトは赤色で点灯、信号円管は取り付け済み、靴ずり、ドアレール、車番は印刷済み、前面表示部は選択式でシール付属、クハ484、485の703号車、モハ484の704号車のトイレタンクは新規製作で取り付け済み、フライホイール付き動力、新集電システム、銀色車輪が採用されます。M13 モーター採用、先頭車運転台側はダミーカプラー装備、各連結面側は配管付き TN カプラー SPU が標準装備となります。時事項としまして、モハ484と485型の床下は既存の485系を流用するため一部実車と異なりますとのことです。こちらの商品は98822 JR 485系700番台電車リゾート山鳥セット6両、2023年12月の発売予定です。次は JR 北海道さんのキハ261系大空です。キハ261系は0番台、1000番台、5000番台が在籍しておりまして、その中でも1000番台には1自社から7自社まで区分され、模型は7自社がモデル化されております。7自社は2018年から2022年まで67両が製造されております。2022年には特急大空号の全列車が261系となり、基本7自社で揃えられております。模型は6両セットでラインナップしております。ポイントとしまして、前頭部は扉周囲のホロ取り付け用の穴がなくなり、スカートにはスリットがある姿が再現されます。側面窓上に継ぎ目がない、従来よりもすっきりとした印象の側面が再現されます。各つま面はリブがある形態を再現、屋根上のリブは1から6自社よりも細めになったリブが再現されます。先頭車のスカートは実車において電子ホーンのスリットがある形状を再現、ステンレス車体の表現はキハ261の5000番台、ハマナス、ラベンダーと同様の輝き感のある銀色塗装で再現、印刷済みトレインマークは大空を装着済み、北斗、トカチを付属されます。ヘッド、テールライト、トレインマークは上点灯基板装備、オンオフスイッチ付き、ヘッド、テールライト、トレインマークは白色 LED による点灯、キロ261型のグリーンカーマークは印刷済み、車番は選択式で転写シート付属、キロ261型のシートは紺色系のカラーシートを採用、キハ261型、キハ260型の各シートは園児色系のカラーシートが採用されます。フライホイール付き動力、新集電システム、黒色車輪採用、 M13 モーター採用となっております。こちらの商品は98838 JR キハ261系1000番台特急ディーゼルカー7自社大空新塗装セット6両、2023年12月の発売予定です。
続いては JR 東日本さんの総投資連結機付きの EF81 です。 JR 東日本さんの所有する EF81 型は塗装がローズピンクから赤2号へと変更されたほか、モデル化のプロトタイプとなるのは136、139、140、141号機で、これらの機関車にはひさしが設けられておりました。そして一部の車両は相当式連結機を装備する改造が行われております。今回はカシオペアの客車が同時期再生産されまして、編成を組んで楽しむことができます。ポイントは電気暖房表示灯の撤去された姿を新規製作で再現、ヘッドマークはカシオペアが付属されます。特徴は電気暖房表示灯が撤去された側面を新規製作で再現、ナンバープレートは切り口の目立ちにくい形状を採用、ナンバープレートは別パーツ付属で EF81 の136、139、140、141号機が付属されます。印刷済みのヘッドマークが付属されまして、カシオペアが付属されます。無線アンテナ取り付け済み、運転室シースルー再現、前面手すり縦は別パーツが付属されます。ヘッドライトは上点灯基板装備、オンオフスイッチ付き、電球色 LED による点灯、フライホイール付き動力、黒色台車枠、黒色車輪採用、一体プレート輪針付き車輪採用、相当型 TN カプラーが付属されます。 M13 モーター採用で、特記事項としまして付属するナンバープレートのうち EF81-136 についても印刷での再現となりますとのことです。こちらの商品は7173 JR EF81 型電気機関車、 JR 東日本仕様、相当型連結機付き、2023年12月の発売予定です。続いては越境ゲージから117系近郊電車です。1979年に京阪神間の新快速用に国鉄が開発した電車です。車内には転換クロスシートを備え、塗装は新快速の前身であります関西急電をイメージしたクリーム1号にぶどう色2号の帯が巻かれました。模型は6両セットでラインナップしております。ポイントとしまして、前面はプラスチック成形と部品構成によるスタイリッシュな形状を実感的に再現、前面表示は透明部品の裏側に印刷することで実物のガラス越しに見える感じを実感的に再現、運転室室内灯装備、ただし運行番号部分は点灯いたしません。381系に続き連結機周りにある配管が再現されます。特徴はトミックス80分の1で初登場の117系を各部新規製作で再現、印刷済みの前面表示部は新快速を装着済み、快速普通が付属されます。連結面の連結機寄りにある配管を再現、実車において木目調の壁面を茶色の仕切りで再現、広報時に運転室内が点灯する運転室室内灯装備、 AU75 型クーラーと飛来機付属の無線アンテナを新規金型で再現、形式自重表記など一部表記は印刷済み、一部表記と JR マークは選択式で転写シートが付属されます。車番は選択式でメタル転写シート付属、側面行き先表示部は選択式で実感的な裏張り式シールが付属されます。側面表示部はクリアパーツ取り付け済み、ヘッドライトは電球色 LED、 テールライトは赤色 LED、 前面表示部は白色 LED による点灯、密連型 TN カプラー標準装備、動力車はキャノン製モーター採用、最小通過半径は R490 です。ただし SG 型の線形は除きます。こちらの商品は HO9093 国鉄117系近郊電車新快速セット6両、2023年11月の発売予定です。次は新塗装の古希200型です。15メートル級の古希200型は2000年より量産が開始されました。近年では側面にあった JRF マークと突破禁止の表記が省略されております。模型の特徴は新塗装となった古希200型を再現、車体側面に手ブレーキ緩解表示装置のある姿が再現されます。手すりハンドルは取り付け済み、反射板パーツ、コンテナ取り付け済みパーツが付属されます。車板突破禁止の表記は選択式で転写シートが付属されます。こちらの商品は HO734
JR 貨車古希200型新塗装コンテナなし1両、2023年12月の発売予定です。最後は ISO 20フィートタンクコンテナ NRS です。液体や高圧ガス、粉体の化学製品などを輸送するために製造されているタンクコンテナになります。 NSR 株式会社は2022年に株式会社日陸さんから社名変更されております。 NSR 株式会社の所有する ISO 20フィートタンクコンテナを新規製作で再現。 NSR ロゴマーク、番号、各種表記は印刷済み。タンク配管パーツ付属、トミックス製古希200型などの貨車に搭載が可能となります。特記事項としまして、商品によって番号が異なる場合があります。番号は全部で10種類とのことです。こちらの商品は HO3143、 CU ISO 20フィートタンクコンテナ、フレームタイプ NSR 2個入り、2024年1月の発売予定です。他に91030、レールセット、カーブポイントセット、6924、トミックス鉄道模型レイアウター NXF2023 がラインナップしております。以上となります。皆様の車両増備計画のお役に立てれば幸いでございます。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ひできゅうこうチャンネルでは鉄道の楽しさを発信しております。また系列のぶらりひできゅう旅行観光チャンネルともどもご視聴並びにチャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。